キングプリンス、デビュー5年記念日に流せ角、高橋山でリスタート SNS には最後の5ショット。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。YouTube 総再生数は10億回突破。 アイドルグループのキングプリンス派22日限りで平野市二26、神宮寺裕太25、岸優太27が脱退し、平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退除した。グループは CD デビュー6年目に入る本日23日から、長瀬二24と高橋海斗24の二人でリスタート。岸は9月30日限りでの退除となる。 23日午前0時、キング・リンチェの公式サイト会員制サイトの画像は5人から2人に切り替わったタップ。会員制サイト内のブログで残した部屋は最後に、じゃあそろそろキング・リンチェプリンスとも別れかなかな。キング・リンチェプリンス。バイバイ。またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ。 神宮寺は、寂しいですが、永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。じゃあまたね。と呼びかけたが、それらのメッセージも見られなった。一方で、22日午後11時に更新されたキング、リンチェのインスタグラムツイッターには最後の5ショットがアップされたた。今月20日。 5人で最後のテレビ出演となった n h k 音楽番組メニュー101でのオフショットで一夜明けた23日午前8時までに約86万のいいねと約4万3000件のコメントが寄せられた。5年間本当にありがとう。ファンになれてよかったずっと追いかけさせてねなどで画像はそのまま残されている。 また、約183番人が登録するグループの公式 YouTube チャンネルの総再生数が22日、10億回を突破。同サイトのコミュニティ欄では、いゆる KP 公式チャンネル10億回、ティアラありがとう、と綴られ、5人での動画もそのまま視聴可能になっている。米印高橋山野、こう、の正式表記は、はしご高円キャント編集部。